どうもこんにちは。前回作った自作クーラーをさらにアレンジ、クーラーの排気熱ではなく車内温度を 20.5 度まで下げることに成功しました。さらに湿度も 40% 減らすことができました。今回もすごいです。最後までお付き合いください。いきなりバラしていますが気にせんといてください。前回氷水で試したら 15.5 度まで下がった風が出ていました。結露はやばかったですけどね。次ペットボトルに入れた水を凍らせて試したら 21.4 度までしか下がらなかった。なぜこうなったのか自分なりに考えてみました。まずタンクがあります。水を入れます。これ氷です。タンクの中に水と氷があるとき、接地面が大きいほど氷は溶けやすく冷えやすい。でもなくなるのが早い。次にやったのがペットボトル自体を凍らせてやりましたよね。こうすると循環する水と氷が直接触れないので溶けにくいと思うんです。でもその代わり長い時間冷やしてくれる、そんな仕組みになっていると思います。これ前回凍らせていた水です。水道水を凍らせるより一度凍った水の方が長持ちするらしいんですよ。これ冷凍庫です。そう、今回は丸ごと凍らせます。だからラジエーターもポンプも外したんですよ。さすがに入るか心配やったんやけど入ってよかった。前回は 1.5 リットル2本しか用意してなかったんですけど、今回は小さなペットボトルも用意しました。これをぎっしり詰めたいと思っております。あれ？さっきのペットボトル入るんかな？うおー、入らへんやんけ。やっぱりか。入れへんのね。 1.5 リットル2本、 500ミリリットル4本。まあいいよこれで。あとは隙間に水を入れて丸ごと凍らせます。
うお、検証が楽しみだね。凍るのに3日は置きたいな。なるべく実際に使用する条件を同じにするために夜に行います。あと、シェードも。久々にシェードつけました。断熱効果も結構あると思いますよ。うん、完璧。丸ごと凍らせたタンク持ってきました。結露自体も凍っちゃってます。いい感じです。テスト開始。車の中の温度は24度、湿度は 99%、 梅雨真っ只中、この湿度はやばいですね。自作クーラーは助手席に置きます。温度計はそこから1メートルくらい離れた床、寝るときに一番温度が気になるところ。今自作クーラーは水がない状態なのでポンプが使えません。なのでタンクの中の氷で冷やされた空気をファンで押し出しています。温度は意外と低く 18.1 度。クーラーから18度の風が出ていても人の出す熱のせいなのか湿度は少ししか下がっていません。がたった1時間で湿度は 25% も減っています。これはすごい。1時間30分経ちました。氷も少し溶けてきたんでポンプ動かします。一気に室温も湿度も下がってきましたね。自作クーラーの排気熱は 11.6 度。やばい、やばいくらい下がってる。今からちょっと娘を迎えに出かけてきます。人がいないとどのぐらい下がるのかも興味ありますよね。
ただいま。家に帰ったついでにお風呂にも入ってきました。体ポカポカ。どのぐらい温度上がるかな。一度上がりましたね。湿度は 5%。 髪の毛とかちゃんと乾かしてなかったから余計上がったかな。わかりやすい。21.8 度で 61% の湿度。ちょっと寒くなってきました。思わずつなぎの上着ましたもん。よく冷えてます。すごいです。5時間経っても 22.7 度、湿度は 60% のまま。すごい結果が出ています。クーラーの排気口もまだ 16.1 度まで下がったままです。さすがにペットボトル以外の氷は溶けてなくなったみたいですけど、あと何時間持つか楽しみ。8時間経ちました。24度、湿度は 63%。 さすがに氷は全てなくなったと思いますが、湿度は低いままなのでこの温度でも十分寝れると思います。今回の検証はここまでにします。途中寒くて服着ましたけど、ポンプを弱めたりファンを弱めたりすればもう少し時間を延ばせるかもしれませんね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。サブチャンネルもやってます。そちらもよろしく。